今回は、ホラー番組の録画、冥界のトンネルで出会った二人の女の子の話、深夜の黒く長い電車、おげそ、という話を紹介します。ではどうぞ。平成初期に放送された、あるオカルト番組。当時売れていたであろうアイドルを、レポーターとして起用した番組のワンシーンの録画を、友人が持ってきたのは、セミがけたたましく泣く夏のことだった。突然にやってきて、ビデオデッキを貸してくれなんて随分だな。セミがうるさく泣く真夏の昼間に、友人の B が一本のビデオテープを持ってきた。そして私が扉を開けるや否や興奮気味に、ビデオデッキを貸してくれ、と言い我が家に押し入ってきたのだ。ビデオデッキぐらい、お前のとこにもあるだろう？お前も親父さんもビデオ収集が趣味なんだから、デッキを準備しながら B に問う。あるよ二つ。でも動かなかったんだよ。なんで？二つとも中でテープが絡まりまくっててさ。俺はやってないから多分親父がやったんだよ。何やってんだか。B はプリプリ怒りながら文句を吐く。あのビデオ好きの親父さんが、そんな理解のない使い方をするだろうか？そもそもあの人なら自分で直せそうだが、そんなことを考えながら、デッキの準備を整え終える。よし、準備完了。ところでそのテープには何が入ってるんだ？昔のホラー番組だよ。ほら。そういえば B はテープの背表紙を見せてくる。そこには1999年ホラーさん廃棄と書かれている。廃棄ってなんだ？うちの親父はどんなダサくでも、それがオカルトであれば保管しとくタイプなんだよ。それは知ってるよ。それでテープの重みで、床が抜けたこともあったんだろ？だけどその親父が唯一、テープを廃棄する時がある。B がテープを掲げている。つまり、どういうことなんだ？ふ、テープにヤバい奴が映った時さ。ヤバい奴って、本物の幽霊とか？いや、逆にそういうのは、他よりも厳重に保管してる。ヤバいっていうのはとどのつまり、見ると呪われたり、何かしらの危害がある場合のことさ。そんなものを家で見ると？気になるだろ？まあ、同じ穴の無地なとはよく言ったものだ。俺は B からテープを受け取り、デッキに挿入する。ワクワクするな。紅葉した声色で B が言う。しばしの伊豆が走った後に、テレビがテープに記録された録画を映し始めた。はい、というわけで、今回もレポーターは私、A子がお送りいたします。ノイズが収まってくると、見覚えのないアイドルの顔が出てくる。A子、アイドルには詳しくはないからわからないが、オカルト好きなら今でも活動しているかもしれない。後で検索でもしてみよう。今回はここ、宗教団体のぞみの手の、施設跡地にやってきました。のぞみの手、聞いたことのない宗教だ。九段の団体の関係者が全員消息を絶つという、衝撃的な事件から早1年。皆様の記憶にも新しいかと思います。一説には目標である楽園に、旅立ったのでないかという声もありますが、実際のところはわかりません。関係者全員失踪？お前知ってるか？疑問に思いながら B に問う。いや、聞いたことないな。そんなオカルト全開の事件、知らないはずないんだけどな。そうなのだ。俺も B もこんなビデオを見ている時点で、それなり以上にオカルト好きだ。その俺たちが一切知らない、世間を騒がせた集団失踪。狐につままれているような奇妙な感覚に襲われながらも、視線を画面に戻す。あ、見えてきました。あれがのぞみの手施設跡地で、す。アイドルが画面の奥を指さす。そこには苔やツタで覆われあちこちが倒壊している。およそ5年前まで使用されていたとは思えない、廃墟が佇んでいた。すみません、本当にあれですか？アイドルが小声で確認を取っている。どうやらカメラマン以外にも、一人スタッフがいるようだ。確認が取れました。あそこで間違いないようです。それでは早速向かいましょう。撮影一行が廃墟、元い施設跡地に向かっていく。当然許可を取っていて、玄関から入るものだと思っていたら、開いていた窓から侵入しだした。事前の情報通り、窓から入ることができました。などとアイドルは元気よく言っている。いくら昔とはいえ、無法が過ぎないだろうか？ある情報によると、この施設の奥には秘密の地下室があって、そこにはのぞみの手が進行していた、ご本尊があるらしいのです。のぞみの手は皆様もよく知っている通り、多くの信者を抱えながらも、その活動内容や進行対象は秘匿され、それらを知る信者たちはみんな失踪し、秘密は闇に葬られてしまいました。今回我々がそれを解き明かし、皆様にお伝えしたいと思います。ぜひ、チャンネルは変えずに、そのままでお願いします。のぞみの手というのは、どうやらかなり大きい宗教団体だったみたいだ。全く聞いたことがないのを、改めて不思議に思う。ふと、B の方を見ると、スマホをいじっていた。何やってんだ？ビデオ見ないでスマホ見て。いや、のぞみの手って聞いたことないじゃん。だから調べてるんだけど。だけど？
全然出てこないんだよね。天下の Google なのに。でも、このレポーターのアイドルは、さも誰もが知っている、みたいに言ってたぜ。それで検索に引っかからないとかあるか？うん。B が首をひねる。どうやら奴の興味はそちらに向いたようだ。まあ、気になるなら、後で親父さんに聞いてみればいいんじゃないか？俺たち以上に色々知っているんだから。あっほら、アイドルがどんどん奥に進んでいくぞ。弾力すごいな。考え込む B の視線がテレビに戻るように誘導する。せっかく押し入れから機材を出したのに、無駄になるのは勘弁だ。おや、何やら広いところに出ましたね。アイドルが声を上げる。画面に映る光景は、広い空間に大きなテーブルと、複数の椅子が置かれた空間だった。食堂でしょうか？かなりの量の食器などが放置されていますね。カメラが、放置された食器の中を映す。画質が荒くてよくわからないが、食器の中には、食べ残したであろう、カラカラに乾いた食べ物の残骸らしきものがある。ほとんどの食器の中に、食べ物が残っていますね。普通、宗教といったら、こういったお残しは厳禁、というイメージがありましたが。アイドルが不思議そうな声で言う。その意見には俺も同意見だ。仮に残すのが教義だとしても、画面に映る光景は、宗教的行動というよりは、飯を食っている途中で、いきなり消えてしまったかのような乱雑さだ。奥には、台所でしょうか。おや？床下収納の扉が開いていますね。アイドルが半開きの扉に駆け寄り、扉を開け、持っていた懐中電灯で照らす。カメラさん、こっちこっち、皆さん、見つけました。これが例の地下室です。多分。アイドルのテンションが急激に高くなる。カメラが開かれた床下収納に向くと、そこにはハロゲン電球の懐中電灯では、照らしきれないほどの空間と、その下へと続くはしごが映し出される。早速降りてみましょう。アイドルが勇んではしごを降りていく。恐怖心や警戒心はないのだろうか？カメラがアイドルが降りていく姿を映した後、カメラマンも降りていく。カメラを持ったままだと大変そうだ。カメラマンが下に降り切ると、懐中電灯を持ったアイドルを改めて映し出す。周りは全くと言っていいほど、照らされていない。降りてきましたが、とても暗くて、すごく広いです。アイドルの声量が気持ち、小さくなっているように感じる。とにかく、進んでみましょう。一行ははしごを背後にまっすぐ進んでいく。カメラは何も映さなかったが、30秒ほど経った頃に、画面中央に何かを映し出した。あれは何でしょう？クロスのかかったテーブル？アイドルが早歩きで近づき、次の瞬間、ひ、と小さく悲鳴を上げた。どうした？イレギュラーな事態なのか、カメラマンが声を上げながら、アイドルに近づいていく。腰を抜かしたアイドルは、テーブル、いや、祭壇を指さして震えている。カメラが急いで、指さされている祭壇を映し出す。なんだこれは？カメラマンがおののく。そこには無造作に放り出された、人の腕のミイラのようなものが転がっていた。しばらく無言の間が続いたが、抜けた腰を回復させたアイドルが、改めて腕のミイラに近づき、まじまじと観察を始める。素晴らしい弾力だと、感心するのもつかの間、アイドルが声を上げる。これ、猿の手じゃないですか？猿の手？まあ人間の手ではないように感じるかな。困惑しているのか、カメラマンも普通に会話している。こちらも九段の手をよく見てみると、それは確かに、全体的に細長く。人のものではなく、猿の手のようにも見える。なんだ、びっくりして損した。そういいアイドルは、腕のミイラを手に取る。それがご神体なのかな？カメラマンが戸惑いながら問う。望みの手なんていうぐらいだし、猿の手がご神体でもおかしくはないですよね。あ、知っていますか？猿の手が願いを叶えてくれるって話。カメラが左右に揺れる。脳の意思表示だろう。イギリスのホラー小説の話なんですけどね。かいつまむと、猿の手で願いを叶えた家族の不幸の話なんです。願いを叶えたのに？叶え方が最悪だったんです。半信半疑で、ローン返済のために200ポンド頼んだら、息子が機械に潰されて死んでしまうんです。で、会社から見舞い金として、200ポンド手に入れるんです。願った通りにね。聞いたことはある。その後に残された家族が、息子の蘇生を願い、そしてそれをキャンセルすることで、願いを使い果たして終わったはずだ。じゃあ、その手も願いを叶えてくれるのかな？カメラマンが聞く。試してみましょうか？アイドルは微笑みながら答える。願いは、そうだなぁ。しばし考えた後、アイドルは猿の手を右手に持ち、高く掲げ。消えた信者たちに、突撃取材をさせて。と言った。その瞬間、アイドルの姿はパッと消えた。え？カメラマンの動揺が、声と動きで伝わってくる。しばらく、探し回った後に映像が切り替わり。
この人を探していますというテロップとともに、アイドルの顔写真が映り、ノイズとともに録画が終了した。再生が終わった後の静寂を破ったのは B だった。消えたよな。同意を得るように聞いてくる。消えたな。俺は同意する。確かに消えていた。いや、でもフェイクかもしれない。直後、否定する。いくらオカルト好きと言っても、何でもかんでも肯定はできない。フェイクって、そうは見えなかったけど、案外さ、アイドルの名前で検索すれば、今でも活動してって出てくるかも。そういい、スマホを取り出して検索しようとする。あのアイドルの名前ってなんだっけ？名前？あれなんだっけ？アイドルの名前がどうしても思い出せない。確認のためにビデオを再び再生しようとするも、初めから巻き戻して再生しても、ノイズしか映らなくなってしまっていた。結局、真偽はわからぬまま、俺と B は顔を突き合わせることしかできなかった。この話は41歳のベテラン看護師である、関谷さんにお聞きしたものです。現在彼女は、N 市内にある救命医療センターに勤めております。そこは事故や病気などで、体に重篤な傷病を負った人たちの治療や療養を、専門に行っているところです。彼女はそこに勤め出して、もう5年になり、その間様々な方々の治療に携わってきました。関谷さんは自他ともに認めるリアリスト、つまり現実主義者であり、自らが実際に現実で体験したこと以外は信じない、という世界観を持ってましたから、霊的な現象などに関しては否定的です。しかし3年前に、自宅で倒れてセンターに救急搬送されてきた、S さんという女性との関わりの中で、彼女は自らの世界観を、変更せざるを得なくなるのでした。以下は関谷さんの段です。それは3年前の初夏のことでした。ちょうどその頃といえば、私にとっては公私ともに大変な時期でした。まず私的には、当時私は二人目を妊娠していて、だいぶお腹も目立ってきていました。そして公的には、勤めている医療センターで、警察沙汰に発展するような、大変な事態が起こっていました。骨折で入院していた、ある小学生の女の子が、ある日忽然と、病室から姿を消してしまったのです。この子は私の担当だったのですが、12歳の女の子にしては口数の少ない、どこか暗い感じの子でした。でも私の大きくなったお腹をさすりながら、早く会いたいな。赤ちゃん元気に生まれてきたらいいのにね。とかいうような優しい一面もあったりして、私にとっては印象的な患者だったのです。彼女の母親は荒れた日常生活を感じさせるような、ちょっと地味で疲れた感じの人で、たまに見舞いに来たりした時も、女の子は嬉しがっていたというより、自分の親なのに、どこか気を使っているようだったことを、今も覚えています。たまたま見舞いに来ていた母親の、ヒステリックな訴えで、女の子がいないということが分かった後は、すぐに病院職員たちが手分けして、院内のあちこちをくまなく探したのですが、見つかりませんでした。それでやむを得ず警察に来てもらって、捜索ということになったんです。捜索は病院周辺も含めて、20日ほど続きましたが、結果として女の子は見つかりませんでした。防犯カメラなどの分析から、ある程度分かったことは、当時すでに歩けるようになっていた女の子が、一人でこっそり病室を抜け出し、廊下を歩いていた、というところまでは判明していたのですが、その後の消息はつかめなかったようです。そんな感じで、ただでさえ重労働なのに加え、このような担当患者の失踪という、前代未聞の失態が重なったこともあり、当時の私の心労は極限に達してしまい、それが原因かどうかわからないのですが、とうとう流産してしまったんです。そして女の子が失踪してから、1月ほどが過ぎたある日のことでした。その日 N 市郊外にある自宅台所で、晩ご飯の準備の最中だった専用主婦の S さんは、突然頭部に激痛が走り倒れます。その後はご主人の緊急連絡で、彼女はセンターに救急搬送されました。S さんはくも膜下出血を発症していたのです。急遽手術が行われたのですが、その処置は困難を極め、結局手術が終わった時はすでに日が変わってました。その後も絶対安静の中 S さんは、数日間寝たきりという状態が続きますが、ある朝、彼女は突然意識を取り戻します。それは S さんの手術から、ちょうど1週間が経った日の朝のことでした。彼女の担当だった私が、いつものように朝の検温に行くと、頭部に包帯を巻いて、ベッドに仰向けに横たわっていた S さんが、両目を開き、天井あたりを見ながら、キョロキョロしていたんです。その後 S さんは順調に回復していき、それから3日後には、手足を動かしたり言葉を発するようになり、1週間後には、私と会話までできるようになりました。そして S さんの入院が始まって、およそ1ヶ月が経ったある日のこと。
その日の朝方は、いつも以上に体調が良さげだった彼女は、検温を終えた後、手術後に体験した、現実とも夢とも言えない不思議な出来事のことを、私に話してくれたんです。看護師さん私ね、自宅の台所で料理してる時、突然頭に激痛が走って倒れたでしょ。そしたら一瞬で、崖っぷちから真っ逆さまに、急降下したかのような感覚に襲われてね。気がついた時には、なぜか古いトンネルの中のようなところに、倒れていたんです。そこは石造りで天井がアーチ型をしてて、あちこち青カビがあってね、なんだか薄暗くてひんやりしてました。心細くてキョロキョロと、辺りを見回していると、前方の彼方に、ポツンと小さな光が見えたんです。それでとりあえず、そっちに向かってふらふら歩き出しました。その時薄手のワンピースしか着てなくて、裸足だった私は、両腕をさすり震えながらひたひた歩いていました。それからどれくらい歩いた頃かな。ふと前を見ると、遠くの方にぼんやりとした白い人影と、黒い人影が、こちらに近づいてきているのに気がついたんです。誰だろう?と目を凝らすと、一人は白いドレスを着た女の子でした。12、3歳くらいかな?何か青白い顔で、すごく消耗した感じだったのを覚えてます。そしてもう一人は、その子より頭一つくらい小さな背丈をした、ぼんやりした人型のシルエットで、隣の女の子に、寄り添うようにして立ってました。それで近づいてみると、白いドレスの子は服があちこち泥だらけで、首には痛々しい青あざがあったから、あなた大丈夫なの?って聞くと、女の子は自分の首あたりを触りながら、絞められたの、と言うから、誰に?と尋ねたんです。すると彼女、急に怯えるような表情になって、口をつぐんでしまって、それからは、しばらく黙ってたんだけど、また突然口を開くと今度は、沼の近くでね、沼の近くで、と泣き顔で、何度も繰り返し出しました。だから私、沼の近く?沼の近くって、どういうこと?と彼女に尋ねたんだけど、また口をつぐんでしまって、しまいにはまた二人でとぼとぼ歩き出したの。そして私の前を通り過ぎて、背後の暗闇の方へと行こうとしたから、私思わず、ちょっと待って、あなたたち名前は?と尋ねたんです。そしたら白いドレスの方だけが振り向いてから、私はマミ、と言い、また前を向くと歩き出して、最後は見えなくなりました。それから再び私、光の方へ歩き続けたら、ようやく外に出ることができて、気がついたら、ここの病室のベッドに寝ていたんです。S さんに女の子が言った最後の言葉に、私は大きなショックを受けました。というのは、マミ、というのは、行方不明になった女の子の名前だったからで、後で S さんから、トンネルで出会った女の子の風景を、詳しく聞いたところ、姿を消した時のマミちゃんと、ほぼ同じでした。マミちゃんが失踪したのは、S さんが病院に来る前のことですから、もちろん彼女がそのことを知る由もありません。半信半疑ながら私は、警察の人に S さんが話した一部始終を伝えたんです。話を聞いた警察の人は、最初のうちは軽く受け流すような態度だったんですが、捜索が行き詰まっていたこともあり、また私があまりに真剣な表情をしてたせいか、最後は真剣に受け止めてくれて、わかりました。この話を参考にもう一度捜索してみます。と言ってくれたのです。結論から言うと、信じられないことに。それから一週間も経たないうちに、マミちゃんは見つかりました。ただ残念ながら変わり果てた姿で、着ていた白いドレスは泥だらけで、首には、められたような、どす黒いあざがあったそうです。発見されたのは病院裏手にある竹やぶの中で、奥まったところにある沼の近くだったそうです。検視の結果、マミちゃんの死因は、首を、められての窒息死ということでしたから、警察はさ、人事件として捜査を開始しました。そして1月後には、犯人と思われる者が逮捕されます。それは驚くべきことに、マミちゃんの母親でした。もともと普段からマミちゃんは、母親から DV を受けていたらしく、病院に救急搬送されたのも、母親から鈍器で、足を殴られたことが原因だったようです。事件当日、母親は防犯カメラの死角を巧妙について、マミちゃんを外に連れ出し、病院裏手にある、竹やぶの奥まったところにある沼の近くで、外死遺棄したということでした。その後以下にも、見舞いに来たかのようにしながら、娘が消えたと騒ぎ出したということです。母親がマミちゃんに手をかけた理由は、ギャンブル狂いで酒乱である旦那の、連れ子だったマミちゃんに対する、理不尽な憎しみからだったということでした。最後に関谷さんはこう付け加えます。もしかしたらあの時、マミちゃんの隣にいたという小さな黒い影は、生まれてくる予定だった、私の子供だったかもしれませんね。だってマミちゃん、あんなに赤ちゃんに会いたいって言ってたから、マミちゃんは私の子供に促されて、S さんに本当のことを打ち明けたのかも。
そう言って彼女はかすかに微笑んだ後、悲しげにうつむきました。その年の忘年会、私はお酒を飲みすぎてしまった。千鳥足でトイレに入り、便座に座る。もうじき終電だ、早くホームに行かなければ。というところで意識がなくなった。どのくらいかして、覚醒した。そのまま寝てしまったようだ。あれ、終電はどうなった？あたりは真っ暗だった。トイレから出ても、電気が消えていた。スマホの時刻を見たら、なんと2時だった。もう駅員も、電気を消して帰ったんだ。やばい。駅を出て、タクシーで帰ろう。暗闇の中、スマホの明かりを頼りに歩いていると、突然、アナウンスが聞こえた。もう少しで最終電車が着きます。お乗りの方は急いでください。え？ありえないことだ。この時間、もう電車は終わってる。しかし次の瞬間、ホームに電車が到着した音がした。もしかしたら、今夜は特別に来るのかも。最終電車のアナウンスがあったのだ。真っ暗なのは気になるけど、もし本当に電車が来るなら、タクシーより安いし早いから乗りたい。私はホームに走った。とりあえず確認しようとしたのだ。ホームに着いた時、真っ暗なホームに、真っ黒な電車が止まっていた。しかも異様に長い、後ろはホームより遥か後方にあって、線路にしか接していない。すべての車両のドアが開いていて、乗り降りする人はいなかった。車内のドアは暗くて、中は見えない。こんな電車、存在するはずがない？お化けだ。私は心底ゾッとした。慌てて逃げようとした背中に。ふと山さん。私はびっくりして飛び上がった。誰が呼んだの？振り返った私が見たのは、ピンク色のおしゃれなスーツを着た広金さんだった。あ、広金さんどうしたの？こんな時間に。相変わらず彼女は美人だ。忘年会で飲みすぎたのよ。ふと山さんも飲みすぎて遅くなったのね。いつも通りの優しい笑顔だったが、このシチュエーションでなぜ、平然としてるのこの人は？彼女はちらりと電車を見て。それにしても久しぶりね。電車来てるね。乗ろうよ。と普通に言った。何言ってるの？こんな変なのに乗っちゃダメでしょ。私は叫んだ。え、なんで？寒いし早く乗ろうよ。いろいろと話したいこともあるし。私の手を取り、連れて行こうとした。ダメー。私は振り切ろうとしたが、強い力で掴まれた。そしてそのまま、電車へと引きずられていく。やめて。いくら叫んでも、話してはくれない。このままでは、あのお化け電車に乗ってしまう。そしてきっと死んでしまうんだ。そんなのは嫌だった。とにかく早く、広金さんを説得しなければ、もう一軒、飲んでいこうよ。慌てた私には、このくらいの言葉しか出なかった。だが、まだ飲むの？その呆れた瞬間に、逆に彼女の手を取り、ホームを電車とは逆の方向に走った。走りながら話そう。電車より走りながらの方が楽しいから、めちゃくちゃなことを言っている自覚はある。だけど私はこんな電車に乗りたくないし、広金さんにも乗ってほしくない。そんな思いでいっぱいだったのだ。とにかく必死で走った。自動改札機をまたいで、やっとの思いで出口方面まで行けたが、鍵が閉まってて、駅からは出られなかった。仕方がない、朝になったら、一緒に駅員さんに怒られようね。そう言って振り返ったら、広金さんは消えていた。あまりのことに、心臓が止まりそうになった。広金さんのスマホに電話をしたら、本人ではなくお母さんが出た。広金さんは数日前に事故に遭い、ずっと意識不明だったそうだ。もう無理だろうと医師も家族も諦めかけたつい先ほど、奇跡的に目を覚ましたという。あの電車は、あの世につながる乗り物だったと思う。あの時、あの電車に私も広金さんも乗らなくて本当によかった。小学生の頃、俺は親友の A、B と共に、農業学校で肝試しをやったことがある。俺と B は凡人だったが、A は霊感があったようだし、可愛い幼馴染がいたりでただものではなかった。彼は率先して怪奇現象に関わるような気質があって、今回話すことと別の事件で、小学校で怖い目にあったりもした。農業学校は広大だった。田舎とはいえ、近くには駅とか住宅街もあったんだが、その学校の周りだけは妙に森深く。特に実習用の畑の真ん中にいると、まるで北海道かどっかの草原にいるように思えた。おそらく、まだ町が開発され始めたばかりの頃に、開校したんだと思う。学校の帰り道に近道として、大学を突っ切ることもあったが、暗く、人気のない、背丈までもある雑草に覆われた畑を通ることは、当時の俺にも恐ろしかった。映画肝試しの場に選んだのは、農業学校の中にある、古びたコンクリート造りの建物だった。学者や学生寮からはグラウンドを隔てて、実習畑の近くの森の中に立地していた。
用途はわからない。正面ドアのところに木の札があったが、字が風化して読めなかった。ガラスはところどころ割れ、そこには合板が貼り付けられていた。たまに開いたそこからは、暗い中が少し覗けるだけだった。俺たちは A の家に泊まり、夜中に出発することにした。A の家族はこのバカな行動を容認してくれた。今思えば阻止してくれればよかったと思う。俺たちは小学校脇から森に入り、沢を渡って実習畑に入った。明かりは A が持ってる懐中電灯しかなかったが、満月の夜だった。草むらを踏み分け、バカな話をしつつ、建物に向かう途中、一度 A が、誰かにつけられてる?と言った。立ち止まって周りを見回したが、草むらの中には誰も見えなかった。こんな学校の中で追跡してくる奴なんて、いるはずないし、野良猫かなんかだろうと納得したが、俺も森の中に、緑色の不可解な光を見たような気がしていた。怖がってると思われるのが嫌で言わなかったが、そんなこんなで一応、無事に建物には着いた。正面ドアは封鎖されていたし、窓は合板に覆われていたので、どうするのかと思ったが、俺たちは A に促されて裏側に回った。そこには非常階段があった。登ると、建物の屋上に出た。そこには二つの非常口があって、片方は鍵が開き、半ば開いていた。中に入ると、自分たちが建物の2階にいることが分かった。2階は坑道を見下ろすような場所だった。どうやら建物は、5つのフロアに分かれているらしく、坑道とその2階、中央に玄関、そしてもう1つの部屋と、その2階があるらしい。俺たちは下に降り、パイプ椅子が散乱する坑道を調べたが、あまり面白いものはなかった。俺たちは強がって、大したことないなぁ、などと笑っていたが、中央玄関への扉が開いていることに気づいた。何でも前に来た時は、開いてなかったらしい。そこで、A もまだ行っていない、奥のフロアに行ってみようということになった。玄関ホールは下駄箱くらいしかなかった。奥に進むと、机が大量に置かれている部屋があった。置かれているというか、学校の教室掃除の際に、机を後ろに動かすのを乱雑にした感じで、部屋の中央に机がなければいいといった感じで、めちゃくちゃになっていた。そして部屋中には A、本が散乱していて、悪臭が漂っていた。本は無修正の裏物ばかりで、今思えばろ、物ばかりだった。俺と A はマセガキだったので当初の目的を忘れ、喜んで読み始めた。そういうものにあまり興味のない B だけは、懐中電灯の周りを退屈そうにうろついていた。何分ほど経った頃だったか。B が帰ることを促し始めた頃、遠くから不気味な、うなり声のようなものが聞こえてきた。B が、おげそだ、と言った。当時の俺には、化け物の名前にしか聞こえなかったが、実際には、おげそという地元では有名な、障害者の名前だったらしい。俺はおげそなる人物の詳細は知らなかったが、声からしてヤバいのは子供ながら理解できた。だが、俺たちは建物の中にいたのでビビりつつも、少し余裕はあった。おげそがいなくなるまで、え、本読んでいようぜ、と B に、本を読み続ける口実を与えることもできた。だが、状況は予想より悪かった。おげその声は全く遠くなることはなかった。それどころか少しずつ近づいてきた。そして、あろうことか我々の頭上から、ドアノブを回す音が聞こえてきた。鍵が開いてなかった、もう一つの扉を開けようとしていたのだ。俺たちは完全に萎縮して、懐中電灯を消して、黙り込むくらいのことしかできなかった。幸い、彼も鍵を持っているわけではないらしく、ドアは開かなかった。だが、規制は止まなかった。そう、俺たちが侵入した、もう一つの扉は開いているのだ。俺たちは息を潜め、隠れる場所を探した。こうなった以上、坑道から逃げることはできない。散乱している机の中にも隠れるような場所はない。この階の2階に隠れるしかなかった。坑道と同じく、2階は下の机が散乱した部屋を、見下せる構造になっていた。逃げようと思ったが、おげそが開けようとしていたドアは、大量のガラクタに塞がれて開かなかった。俺たちは息を潜めて、ガラクタの隅で小さくなっていた。2階には隠れられそうな物影もなく、覗き込まれたら即座にアウトだった。やがて、奴の声がついに部屋の中に侵入してきた。天井に懐中電灯の光が映るのが見えた。もちろん俺たちのものではない。おげその懐中電灯だった。俺たちを探しに来たのか?と思う。俺たちはすでに半泣きだった。ただ、声は出さず、息も最低限に抑えていた。下でおげそは何やら作業をしているようだった。椅子を激しく蹴り飛ばす音や、何かをする音が聞こえていた。突然、おげそとは違う叫びが響いた。その声は女。しかも俺たちと同じ年頃くらいの声だった。キャラーと、泣き声で。今思えば、痛い、とか、助けて、とか、叫んでいたように思える。下で何か、蹴ったり叩いたり。
それだけではない不気味な音が、たくさん聞こえたような気がした。だが俺たちは萎縮しきっていて、それを確かめることはできなかった。そのまま、何時間もおぎそと、その女の声を聞き続けることしかできなかった。女の声は途中で止んだように思えた。女の声が止んでからどれだけ経ったか、おぎそがようやく動き始めた。息と同じく、机を蹴り飛ばしながら、ドアノブをめちゃくちゃに回しながら、声は少しずつ遠ざかりながら、そして俺たちの隠れている2階の近くの屋上を通って、そしてまた遠ざかっていった。最初、俺たちは動かなかった。罠に思えたのだ。そのまま何時間もそこにいた。そしてやがて、眠っていた。目を覚ますと、窓に打ち付けられた合板の隙間から光が見えた。もう朝だということがわかった。おぎその声ももう聞こえなかった。俺たちはようやく立ち上がると、1階に降りた。そこには血と、大量の汚物が転がっていた。それだけだった。女がどこに行ったのかはわからなかった。俺たちはみんな、そこで吐いた。そして、何か悪いことをしたような、後味の悪さに襲われていた。結局、俺たちは無事に家に帰ることができた。A の親にも何も言われることはなかった。おぎそを見たという話もあまり聞かなくなり、俺は一度もおぎそを見ることはなかった。だから、俺たちはあれを秘密にすることにした。一つだけ忘れられないテレビ番組がある。それは他愛もない、番組間の地方ニュースだった。アナウンサーが、俺たちの住む町の近くで同年代の女の子が、行方不明になったことを知らせていた。以上です。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。